はい、こんにちは。えー、今回は、えー、戦争を想定して、えー、6軍くらいです。6軍くらいです、えー。プロテウスはがっつり育てていますが、えー、他は、えー、育成中だったり、えー、アッセンド3で止まっていたりします。では考えていきます。えー、相手はオバカンがいますが、 えバフ解除要因を入れていないです。え端っこにいるのと、えこちら単色なんでえ、オバカンのカウンターは無視することにしました。というわけで、左から攻めていきます。左から攻めるんで、えー、青か紫悩んで、えー、今回は、えー、紫,紫チームにしました、えー。チームパワーが1000以上ありますが、はい、行きまーす。 マナソクアタッカーがいるんで怖いんですけどね本当は左に紫が欲しかったえーバラバラなのも嫌えーつらいなとりあえず右の紫はどうせどうせ浮くんで浮くんでとりあえず 当てときましょうか。でもってでもって今から、えー、どうせオバカに対したダメージ与えられていないんで、えー、ビビカにスキルを発動されても構わないと考えて、えー、左に左に紫が降ってきてほしいなとの願いで、えー、左で盤面整理していきます。えーなんとかなんとか、えー、相手のアタッカーを刺激しないように えー、できる限り左でできる限り左で盤面整理をしていきますなんとか左に紫が降くってきてほしいなんとかなんとかではクラリッサを、えー、ザグロックに当ててでも 紫縦んで、紫縦んで。届かん、届かん。クラリッサがまずは言った。ベラでミニオンの壁を呼び。ハンナは3体、3体、フィエンド貼っつけるんですよね。では、では、そのままザグロック狙いましょうか。 えービビカが牧師なんで牧師なんで止まらないかもしれないですけれどもここでビビカが止まるとだいぶ形勢が変わるはず、えー、ザグロックに対してプロテウスを当ててービビカ止まりましたねビビカ止まりましたねではでーはえー 今こそ左で今こそ左で、えー、盤面整理をまずはまずはまずはこうですねでもってでもってこうですかねミニオンの壁で耐えてますね 次のディアーナがハンナ行くと厳しいんですけど、これで左に、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 紫が。ディアーナがどこ来る回復役が行った。厳しい。でもこれで穴沸く。ハンナが1、出血ダメージで行ってしまう。 えー、もう一個フィーエンド貼れなかった、えー、さらにマグニが打ってくるザグロックも打ってくるさすがに一玉ではザグロックを倒せないここはこうしましょうか どっち来るギリ耐えてる、ギリ耐えてる。え,えー、ではザグロックに弾を当てて。倒せんか倒せたベラでミニオンの壁を張り。えー、さすがにもうこっから勝ちは厳しいですね。えー、とりあえず時間稼ぎをして。 えベラのミニオンで少しでも少しでも相手を削りましょうか。えー、今回、えー、最初に言った通り、えー、戦争を想定した、えー、ゲームなんで、うー、辛い。出血ダメージでいくか。出血ダメージでいくか。ではもう最後、ここ行っちゃいましょうか。 六軍で大穴開けたんで、まあまあまあ、まあまあまあ成果ですかね。はい、ありがとうございました。